村井さん、皆さん端末の前に並んでますけど、はい、ここは何なんですか？ここはですね、まあ、いわゆるコール市場というもので、まあ、言ってみればお金の卸売市場なんですね。まあ、お金が必要な金融機関が別の金融機関から調達する、その仲介をやっているところです。参加しているのは金融機関だけ？そうですね。ただですね、今日本のお金非常に金利が安いですから、うん、外国からここに資金を調達に来るというケースが増えているようなんですね。このところ短期金融市場で外国銀行の資金調達が増えている。その背景の一つは日本の低金利だ。日本のコール市場だと 0.25%、ところがアメリカでしたら 5.25% ですから 5% の開きがあると、うん、そうするとそのここでお金をこの市場で借りてそれをアメリカに持っていけば、うん、まあ、それだけで 5% の利ざやが生まれると。低金利で調達した円を高い金利の通貨に変え、その国で運用する円キャリートレードと言われる、こうした手法では円を別の通貨に変える際に円売りが発生する。これが今の円安の要因の一つと指摘されている。円キャリートレードというのは、円の先安感をもとに、実際には、かなり増えてきているわけですが、またこの取引が増えることによって円売り外貨買いという取引が増えますので、ますます円安が進むという、まあ、こういう一種の自己増殖過程に今入ってきていると思います。そして日本の低金利が続く中、この円キャリートレードは意外な形で世界に広がっている。こちら韓国では金融機関が円建てのローンを売り出し人気を得ています。韓国では1年ものローンの固定金利が 5% 前後なのに対し、円建てローンは 2% 前後。大手5銀行の円建てローンの貸し出し残高は1月から10月までで5割以上増えている。일본의낮은금리또그리고엔화약세를예상하는차입자들이이엔화차입비용이상당히적을것으로예상을해서늘리고있고또시중은행들은그이엔화대출로인해서얻는수익이또상당히좋기때문에독슈세멘토의개발판매를手掛けるこちらの中小企業、4月に銀行から運転資金として1億4000万円を円建てローンで借り入れた。ウォン建てローンより金利が 4% 近く低かったため、迷わず円建てローンを組んだという。금년4월에최초엔화대출을시작을했지만지금현재환율기준으로하게되면원금상환하고이자에서기대할수있는세이브부분을합쳐서약한6600만원정도의효과가있었습니다。부동산버블의한국、本来円建てローンは不動産への投資目的には利用することができない。しかし法の網をくぐって円建てローンで資金を調達するケースも出始めている。외화대출자금이부동산시장으로흘러들어가고이것이부동산가격을상승시키는요인으로작용을했습니다그렇지만은이런부분들의부작용때문에최근에정부당국에서상당히규제를강화하고있습니다。こうした動きは韓国だけではない。不動産ブームが続き、ユーロ圏全体の景気を押し上げたと言われるスペイン。そのスペインのある不動産金融会社のホームページには、2.5% 以下の金利で円建てローンが組めるという広告が躍る。特にこういったローンが海外に出ておりますのが、東ヨーロッパですとか、まあ、そういうエマージング諸国が多いために、統計的な把握は非常に難しくなっておりまして、世界でもなかなかですね、その金額というのはつかみかねているのが実情かと思います。こうした海外での円建てローンも円キャリートレードの一種だ。世界に広がる低金利通貨円、行く着く先の不安はないのか。例えば日銀が急速に金利を上げて、その結果内外金利差が縮まるような場合ですね、この取引に円キャリートレードに参加した人たちがその資産市場から手を引いて、その結果としてその債務を返すために円キャリートレードをですね、巻き戻すということがあり、巻き戻しされる状態になると今度は急激な円高というですね、そういう事態が考えられると思います。